この動画はテクニックをお話ししたいですね。じゃあどうすれば、まずは一番はサムネイルですね。サムネイルはとっても大切です。まずは一つのポイント、顔をタムネイルの中で出してください。顔をちゃんと感情的にの顔を出すべきですね。やっぱり顔を見せないと NG です。テキストも、簡単のテキストを入れればいいと思います。たくさんのテキストは必要じゃないです。日本はたくさんのテキスト書きます。それは NG です。使わないでください。たくさんは多分例としてはエグザンプルとしては、画面をちょっと切り替えして見せます。この人ですね。この人は Mr. Beast ですね。 Mr. Beast は世界ナンバーワンの、YouTuber ですね。結構すごい有名です。これ Mr. Beast の YouTube チャンネル見ると、全ては顔を出してるんです。見てください。顔と感情的にね、ちょっと見てください。ちょっとお腹すいたとか、結構かっこいいで、ビデオ作ってるんですね。あとは怖いとか、全部感情的にのサムネイルですね。見てください。彼はとても上手ですので、これをサンプルとしてちょっと見れば面白いと思います。これ皆さんはこんな感じで学ぶができます。必ず顔を出してるんですね。見てください。それ必ず顔を出して、これで感情も入ってるんです。彼自分言ってるんですけど、テンプレートとしてたくさんの顔を出してるんです。感情的に。それで後で合わせてサムネイルを作ってるんです。これ見てください。たくさんあります。じゃあサムネイルは感情的に顔で出して、それで作れば問題全くありません。これ逆再生数はすごい上がります。これ一つのキーポイントです。じゃあタムネイルは分かりました。次はタイトルですね。タイトルもとても大切です。タイトルの中でもやっぱり根性トリガー、言葉としてどういう意味は今見せます。例えば今こんな感じですね。タイトルは入れました。それタイトル入れましたけど、これが今 90% 圧縮する方法ですね。これは感情トリガーですね。これで非常に大切です。これあなたはただタイトルだけを書くと簡単はじゃなくて、ちゃんとトリガー見たら、例えばすぐできる、圧縮何パーセントできるとか、その感じで、書けば、短い時間ですぐできるとか、この感じで、おすすめです。ただタイトルだけを入れるはじゃなくて、例えば今圧縮動画圧縮するね、動画を圧縮、これでやっぱり検索したら結構多いですので、一番でここに入れました。これタイトルはもとても大切です。これも忘れないでください。最初はサムネイル、次はタイトル。じゃあこれ2つ分かりました。次は何ですか。次はコメントですね。コメントを視聴者に依頼しないと、お願いしないと、多分視聴者はコメントは書きません。それをちゃんとお願いして依頼して、それで、見たら、それで書いたらちゃんと反応してください。ちゃんと返事してください。これもとても大切です。今は画面を切り替えします。今画面切り替えしました。これ一番下、例えば今私のビデオですけど、よく英語ですけど、これ皆さんは、ちょっとこれを書いてあるんですね。視聴者さんはちゃんとコメント書いてあるんです。私も返事してるんです。これもとても大切です。まずは依頼する、お願いするです。視聴者さんに、コメントを書いてください。それ書いたら、それ必ず返事してください。たくさんは忘れるですね。たくさんの人は忘れます。これ忘れないでコメントをちゃんと書いてください。じゃあ3つで今カバーになりましたね。すべてをお話ししました。一番はサムネイル、次はタイトル、次はコメント。この3つを、視聴者を反応するのために絶対忘れないでください。